その車はまるで狂おしく身をよじるように走るという。見せられた者たちは行くところまで行くしかない。リドカインを 5cc 投与してオペの準備を頼む。早見先生にも連絡を入れてくれ。こっちは20分で行ける。ああ、よろしく。仕事？ああ、担当のクラン家が急変したらしい。行かなきゃ。なら行って。私もう少しここにいる。置いていけるわけないだろう。高速のど真ん中だぞ。そうだよね。前に同僚から聞かれたことがある。外科医でありながらなぜ自ら危険を冒してまで走ることにこだわるのかと。その時なんて答えたかはよく覚えていない。どうかした？いや、その車と運命を共にした者はその呪縛からは一生解き放たれることはない。たとえ生き残っても。まだ抑えてる方だね。そうなの？女の向けてきから。だよな、アキオ。何が？これだよ。聞いた？こいつね、運転してるから絶対ダメ。他のこと分かんなくなっちゃうから。他の車と競争になったりする？仕掛けられたらやるっきゃねえじゃん。この前のさ、真っ赤なアールドバトルやったっけ。もちろんこいつがぶっちぎったよ。最後にぴったり横につけてあいつの顔噛んだらさ、それが学年主任の選考でさ。いや笑ったよな。進路指導とかマジな感じで説教されてる親父だぜ。ありえねえっしょ。はい。ねえ、あんたたち大学生って言わなかった？あいやいや、まあまあいいじゃんそんなことね。うん、そうだ、海行こうよ海なあ。今日もう帰ろうぜ。まあバカ野郎、せっかく苦労してここまで連れてきたんだぞ。俺ら高校生だけどいいの？まあいいか。うん、だってあるじゃんお前最高。早っ。今見たか？まあおう、ポルシェブラックバード。マジ？あのブラックバード。心配ないよ。その点滅はバトルへの誘い。それを受けた瞬間、2台の車には絆が生まれる。目に見えない危険な絆が。寄せって叶うわけねえよ。見てろって。
悪いんだけど、もう降ろしてくんない？大丈夫大丈夫、今から海行くから。うん、私もう吐きそう。海なら思う存分吐けるって。うん、時間にして1分もなかったろう。その程度の出会いだったあの時は。朝からむくれてんのか。そら相手が悪すぎで、ブラックバールズだ。格が違うよ格が。やっぱそう、黒い会長、漆黒のポルシェターボ、もう何年も任知らずの漫画の帝王だぞ。やめろよ兄貴、朝から車の話ばっか。車や朝から晩まで車の話すんだよバーガー。それより昭夫、昨日の女の携帯全然繋がんねえんだけど。そりゃあデタラメ教えられたのかもな。マジ？そら笑えるわ。諦めろよ。まあ、おい、サンキュー。お、そうだ、あきよ、今から黒さんとこ行くけど、 Z3D の事故車入ったらしいぞ。本当に？なんかいいパーツあるか見といてやるよ。あ、俺も行くよ、こうちゃん。おい、またサモリか、お前。昼までには行くから、なんかうまくいってよ。ちっけー、昼飯おごれよな。はいはい。ピアジ、発達に関しては4つのステージがあって、それによって発展すると言っております。4つ目のステージに関してピアジが知的軌道の到達点としておいたのです。イギリス留学するの？エリコ、まだ決まってないけど推薦枠に入れたらね。今日正式に交換留学生に申し込んできた。ケンブリッジだよね。すごいわ。だからまだ決まってないって。でもそんな素振り全然見せなかったじゃん。受かったら言おうと思ってたの。だって落ちたら格好悪いし。なんかあった？え、医者の彼氏に振られたとか？なんもないよ。まあ強いて言うなら。何？リフレッシュとかリセットかな。リセットときたか。おい、これ結構掘り出し物じゃないか。フレームだってむき出し、下階のタービンもついてる。さっさって上等のもん履いてるべ。やるじゃん。はい、1万円。高えわ。なんで金取んのこれ。どうせ捨てるもんやろ、黒さんこれ。おい、アキオ、おい、こっち来てみろ、お前。宝の山だぞ、こいつ。おい、アキオ、何やってんだ、お前。おい。Z 向こうだぞ。これ、Z の一番初期の S30 ってやつだよね。あの抜け殻だ。もう車とは言えねえよ。おお、ツインターボじゃねえか。L28 にきっちり乗せ替えてやがる。ピロ足にローター、車庫帳にスタビ。お、これかなりイケてんな。あの Z の車検とナンバーだ。3ナンバー？ああ、ちゃんと公認取ってたようだ。何、黒さん。いや、気味悪くてな。やっぱ変？昨日パーマ失敗したの。いや、そんなことじゃねえよバカ。あ、これじゃねえの？名前だよ名前。名前？ここに登録してる名前、朝倉明。マジ？あいつと同姓同名じゃねえの。ありえるかこんなことってな。確かに。これ持ってきたのこいつ？いや、別の男だったらしい。確実にスクラップにしてくれってうちの若い者に頼んでたような。ヤバ系の車ってこと？はあ。父ちゃん、父ちゃん、決めたよ俺。あ？社長、あの車売ってください。何？悪いな、アキオ。あれは売るもんじゃねえんだよ。バカかお前。
そう、あれはただのスクラップだ、お前。さっきはイケてるって言ったろ。さっきはさっきで、今は今だろ、お前。それにお前、この間 Z3 に勝ったばっかだろ、お前。バイト一生懸命してっばか、お前。え？マジで？もう俺の名前入ってる。ちぇちぇちぇ、これお前の名前じゃないよ、これは、お前。たまにこういう変な車が入ってくんだ、お前。あ、いや、こういうのはな、パスした方がいいんだよ。絶対に。絶対に。そうかな。俺に乗ってくれって言ってるのかも。そんなわけないだろ、お前な。とにかくお前、あの車のことを忘れろな。ダメな。あって、もう、簡単に解体してんだよ、もう。そうだな。早速、明日中にやっちまうか。別に珍しい名前じゃない。だから、同じ名前の人間に出会ったとしても、おかしくはない。だがそれは、明らかに運命の扉が開いた瞬間だった。車という機械には秘められた何かが存在するという。ある時、人はそれを恐れ、またある時は、それに引き込まれていく。あ、繋がった。あ、もしもし、昨日はどうもありが、あ、すいません、間違えました。はい。葬儀屋さんにかかっちゃったよ。Z が好きだってのは知ってるけどよ、まさかそこまでこいつに惚れ込んじまうとはな。ちょうど2年くらい前かな、山下通りでこれと同じ S30Z を一度だけ見たんだ。今でもはっきり覚えてる。そんなにこいつに乗りてえか。うん、直せる？こうちゃん、やって動かなくても代金をもらうからな。もちろん俺も手伝うから。何人の人間がその車を所有したのか詳しくは分からない。確かなのは結局皆自らそいつを降りた。ドライブショップいるんだよ。なんとかなんねえかお前。え？いや少しぐらい高くてもいいけどよお前。あの S さんまで。もうちょっと事情を知りたいんだけど。誰に聞いたらいいか。昼は別のバイトがあるんで、できれば夜の方が助かります。でも進んだ。ちょっと金がいるよ。帰らしまったな。ダメです、戻れません。360だ。はい、360でチャージします。
慣れて。戻りません。終了だ。先生。残念ですが、亡くなられました。死は等しく人に訪れる。残された辛さも同じだ。外科医にユーモアや優しさが必要だとしたら、俺の医師免許は間違いなく取り消されるだろう。その日は一週間続いた雨がようやく止んだ日だった。あれ？あれれ？後ろ椅子ねえじゃん。そうだよ、ツーシーター。これからナンパするんだったら別の車でやるんだな。おいおいおい、マジかよ。ほら、車検証。これでこいつはお前の車だ。同じ管轄だからナンバーがそのままっつうのはわかるけど、名前まで引き継ぎとはな。名前？何それ。後でこいつに聞け。早速今夜あたり行ってみっか、湾岸へ。古い割にはよ、結構早くな、これ。やっぱ違う。すげえよ、このセット。体の奥までガンガン来る。やっぱ前の車の方が俺は好きかな。超すげえ。もしもし、コタだ。おお、黒さん、どうも。分かったぞ、あの Z のこと。車検に名前のあった朝倉って男だ。2年前に湾岸で事故って死んでる。え？それだけじゃない。その前のオーナーも、さらにもう一人前も、事故が原因であの Z を手放したんだそうだ。乗る人間が変わるたびに事故を繰り返す。お前も聞いたことあるんだろ、アクロンズ Z って。あれがその Z だ。アクロンズ Z。 おい、おもちゃすんなよ。やっぱあの車はダメだ。直すのはやめた方がいい。動き出す前にホームタウンはいいぞ。もう遅いよ、黒さん。あ？今湾岸走ってんだよ、その悪魔が。最初から入れ込みすぎんだよ、アキオ。徐々に慣らしてけ。とにかくこの車は。分かってるって。じゃあ行くから。はい。完全に入れ込んでんな、ありゃ。
なんでこんなに注目されてんの俺たち。おいやっぱ兄貴のパンはやべえんじゃねえの。ちょっと開けて兄貴。ねえ兄貴。悪魔の Z だ。すみません、失礼しました。奴があの車を待っていたのか、あの車が奴を待っていたのか、計り知れないリスクに挑ませる不思議な力、出会った者にしかわからないその魔力、そう、やはりあの Z は悪魔だ。前にも言ったけど、このまんまじゃ卒業無理だ。成績がな、少しぐらい悪さって授業にさえ出てりゃさ、ちゃんと評価してやれんだよ。お前の場合さ、成績全然悪くないんだよ。だけど出席日数が全足りてないの。これじゃさ、俺だって助けてやりようがないんだよ。すいません。最後にチャンスやるから、明日から卒業式までの2週間学校出てこい。補習ってことで卒業させてやるから。ありがとうございます。はい。でも多分無理です。はぁ、買っていてすいません先生。お前もさ、最後まで変なやつだな。まあいいや。んでどっちに住んだ。留年するか、中退か。来年もよろしくお願いします。はい、分かった。高校生ドライバーはとかく学校から煙たがられる。車やバイクは素行の悪さとみなされるのだ。だが奴は違った。奴のことを悪く言う奴は俺の知る限り一人もいない。島田先生。はい。これこれ例のあの子、来年先生のクラスお世話になりますから、よろしくお願いします。やつの両親は3年前に離婚していた。父親は建設会社を経営し、母親は服飾デザイナー。離婚の範ではあるが、生活環境は決して悪くはない。生活費のほとんどを車につぎ込みさえしなければ。ありえねえよ。結局あの Z のせいじゃないか。昼も夜もバカみたいにバイトしてよ、挙句の果てに留年かよ。いいじゃねえの、ダブリも結構楽しいかもよ。かわいそうな野郎だ。俺は大学行って可愛い子バンバン見つけちゃうからな。うまくやるよな。でもよ、ダブルくらいならお前はやめると思ったよ、キャラ的に言って。そうだよな。今夜も行くのか、湾岸。ああ、行くよ。兄貴は黙ってっけど、あの Z 一人殺してんだってよ。お前と同じ名前の男だから。なんだよ、やばいってあの車。昔は昔、今は俺の Z だ。相性もバッチシだしよ。マジで知らねえぞ、どうなっても。あ、お前こそ気をつけろよな。え、タバコ今見つかったらお前も卒業できねえぞ。朝倉くん、一人暮らしなんでしょ。困ってることがあったらいつでも相談して。誰ですか。来月からあなたの担任になる島田です。
せっかくですけど、俺別に何も困ってないんで。じゃ。言われた通り仕上げたよ。結構ギリギリのチューンだから無茶だけはしないでくれよな、島ちゃん。急がせてすみませんでした。それと湾岸であの車を見たってやつがいるよ。ええ、知ってます。あったのかい。いえ、まだ。みんなビビってるよ。ナンバーも同じだってさ。幽霊じゃないかって。幽霊かどうか確かめますよ、この俺が。まさか今回のチューンはあの Z と走るためかい。どうもありがとう、社長。乾杯。エリコ、誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう。達也さんにも来てもらえばよかったのに。今日も夜勤だって。そう、大変ね、お医者さんも。そうみたい。留学の件、結果はいつ出るんだ。来週かな。そうか。決まるといいわね。大丈夫、エリコならきっと大丈夫。そうね。この料理お兄ちゃん好きだったね。オーバー200で走るとまるで他の車が止まっているように見えてくる。すげえよ。奴が悪魔なら完全に葬り去ることはできないのかもしれない。だがやるしかない。手遅れにならないうちに。Okay.
悪魔の Z とブラックバードが。何悪魔の Z って。すげえよ、伝説のバトル復活だ。車だけじゃなかった。走り方も醸し出す空気も何一つ変わってはいなかった。全てがあの頃と同じだ。なんでだよ、なんで。その Z はまるで意志を持つかのように時としてドライバーをも拒絶し、自ら破滅への道を突き進む。もしもし、兄貴、明夫が事故った。何？港中央病院だって。すぐに来てよ、先に行ってるから。ああ、分かった分かった。明夫、大丈夫かお前。うん、頭やったのか。あ、俺のことわかる。え、誰ですか。え冗談だよ、全然平気。だから言ったんだ、あの車はやばいって。もうやめろよな、あの窃盗。ああ、その方ならもう帰られましたよ。帰った。じゃあ怪我は軽かったんですか。ええ、頭部を数針縫った程度です。どうもありがとうございました。その男に恨みはない。いや、助けてやったと言ってもいい。とにかくこれで奴も悪魔と手を切ることができる。あ、そうだ、先週のブログに書いてあったね。湾岸で悪魔の Z に会ったんだって。そうなんです。で、どうだった。一瞬でした。
こっちはメーター180でまだ加速してるのに一気に抜かれちゃって。うん、噂とかでは聞いたことあったんですけど、私あんまり興味なかったんですよね。なんか嘘っぽくって。だって大体あんな古い Z がめっちゃ速いなんてありえないでしょ。で実際あったら自慢の GTR もお手上げだった。はい、マジふざけんなって感じですけど。でも結局また Z は事故っちまった。私じゃないですよ、一緒に愛してたの。分かってるよ、クブクリーン相手はブラックバードだ。ブラックバード、前にその Z が走ってた頃の、まあライバルというか仲間というか。先生会ったことありますか？ああもちろんあるよ、悪魔の Z にもブラックバードにもね。なんか燃えてきたかも。君も Z の魔力にはまっちまったか。君もって？俺も同じく抜かれちゃった組でね。ありえない。先生ちょっと見てもらえますか？およし。先生、ん？あの Z はまた戻ってくるんでしょうか、湾岸に。確実だよ、なんせ悪魔だから。レイナ、ほどほどにしとけよ、湾岸とか走るの。え？はあ。この前もコンビニにいるって嘘ついたろ。そうでしたっけ、忘れちゃった。まったく、ブログもできるだけ車のことは書くな。どうしてですか、何でも書いていいって言ったじゃないですか。いいか、今が大事な時なんだよ。前に話したドラマあとちょっとで決まる。ただのグラビア系で終わるか、一発の女優になれるか分かれ道なんだよ。でも私は私だし。おお香川ちゃん。おお大橋さん、どうもいつも変わってます。お母さんお願いします。はい、秋川さん入られます。お願いします。大丈夫？あ、はい。よし、じゃあ行こうか。やっぱりな。こうちゃん、ここんとこうちに来ねえからおかしいと思ったんだ。どうしたもんかね。こうちゃんには迷惑かけないよ、俺だけでなんとかする。止めてもどうせ乗るんだろう、見るだけ見てやるよ。貸せ。こうちゃん。お前ボケと釣っててねえだろ、これ外せよお前。はい。もしもし。今ファミレスでオムライス食べてます。ちょっとお腹空いちゃって。はい、9時ですよね。分かってます。はい、じゃあおやすみなさい。私は会員じゃねっつ。せえなことだろ。悪魔の Z にブラックバードか、面白いじゃん。深夜の湾岸に性別や身分は関係ない、みんな何かを求めここを走る。出発は5月28日です。来週のガイダンスには必ず出席してくださいね。はい、どうもありがとうございます。やったじゃん、エリコ。この国際派、ウィリアム王子が待ってるよ。よかったじゃないか、決まって。うん、少し申し込みが遅かったから中途半端な時期になっちゃったけど、来月だ。そうか、寂しくなるな。嘘っぽい。そんなことないさ。どうだか。
忘れられるよ、何もかも。少し遠出するか。エリコとの久しぶりだした。いらっしゃいませ。はい、よく満タンで。はい、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。あ、ボケります。おいしく。はい、やっぱ昼見るとイメージ違いますね。夜のこいつはまさに黒い会長。どうも。誰なの？この前湾岸を走ってた。お前の兄貴の Z に乗って。はい。それでここにサインお願いします。朝倉？うん、朝倉明夫って言います。嘘。どうかしました？大丈夫ですか？ああ。妹さんですか？その人の。じゃあ正真正銘あの時の Z だ。え？以前に街で見かけたんです、あの子が Z に乗ってるの。運命的な話だな。でもぶっちゃけそんなことはどうでもいいんです。今はただあいつに乗れればそれでいい。まさかまだ乗る気なのか？もちろん、これから。これから。悪いことは言わん。あの車はよせ、君の手には負えない。みんな同じこと言うよね。あの Z は君を殺す。なんであんたがそんなことわかるの？ずっとあの Z を見てきたからな、君が乗る前から。ひょっとして黒さんの工場にあれを持ち込んだのはあんた？あと 2,3 日あいつはまた走り出すよ。水曜の夜、市川東で待ってるから。本気か？ああ、次こそこのブラックバードを叩き落とす。ブラックバードと。うん、今回はいけそうな気がする。知らねえぞ、今度こそ本当に死んじまってもよ。大丈夫だって。それよりどう？大学で彼女作れた。お、もう2回振られた。悪かったな、結局遠出できなくて。いいの。本当にここでいいのか？うん、友達のとこ寄るから。じゃあね。お疲れ様です。お疲れ。
あんた。さっきのスタンドで聞いたの。兄弟だって言ったらすぐ教えてくれた。同じ名字だから疑われなかったわ。俺になんかよ。別に。Z 見てもいい？髪型で随分感じが違うよな。あん時は後ろで縛ってた。何のこと？別に何でもない。何と同じ？名前だけじゃない。バイト掛け持ちして徹夜でこの Z いじって。車が好きなやつみんな同じことしてるよ。みんな言ってた、この車は危険だって。お兄さんのことは聞いた。でも俺には関係ないから。この車はダメよ。きっとあなたも兄さんみたいな。悪いけど俺はお前の兄貴じゃない。確かにこいつはヤバい車かもしれない。でも俺はこいつがいいんだ。その言葉まで兄さんと一緒。どうして他の車じゃダメなの？どうしてこの Z じゃなきゃダメなの？教えてよ。分からねえよそんなこと。たとえ分かってもきっと説明なんてできねえよ。帰る。おい、水曜日隣に乗ってもいいぜ。え、わかるかもよ、お前の兄貴がなぜあの Z にこだわったか。事故を起こすってわかってる車になんて乗りたくない。悪魔の Z の復活。ある者はそれを恐れ、またある者はそれを待ち望んだ。そしてあのバトルから35日目の朝、油圧オケ、水温オケ、アイドルオケ、オケー Z！呆れるぞお前は。結局一人で全部直しやがって。よーし、俺はこの Z にはもうケチつけない。サンキューこうちゃん。いよいよ明日リベンジだな。絶対に勝つよ。ちゃんと見届けてやるよ。私も参戦させてもらおうかな。ずっとずっと待ってたんだから、悪魔の Z は帰ってくんの。
かどっかで見たことある顔だな。本物？でもやっぱやめとく今回は。因縁の対決邪魔しちゃ悪いもんね。もしよかったら今からでも走る？残念、もう時間なの。スタジオ行って今日のお天気はってやらないといけないから。今度は事故らないでね。次は私たちでほしいから。うん、いつでも待ってる。レイナだよな。え、本物？知り合い？ねえ、マーのやついなくてよかったな。いたら発狂するぜあいつ。まあ俺も発狂しそうだったけどな。ジョーは小さいゴム割りを弾ますように一人気軽に嬉しそうにまたむやみとせっかちに飛び回った。電車は依然物言い響きを立てて走っている。悩み切った乗客はどこまで行くかも忘れたようにただぐったりとしていた。全然行きませんか？ええ、はあ、困ったね。こんなんだったらすっきりね、中退してもらった方がよかったのに。ありがとうございました。紅茶の国から爽やかな贈り物、紅茶物語。ハマっちゃうこの味わい。島先生、今晩夜勤チームで飲みに行くんですけど一緒にいかがですか？ああ、朝までやってるお店があるんですよ。先週内科の連中が行って相当良かったらしいですよ。すまない、今日は遠慮するよ。車だしね。そうですか、わかりました。水曜の夜、市川東で待ってるから。てんだけどね、ちょっとクールすぎるよね。いや、そこがいいのよ。島先生、外線3番をお取りください。もしもし、島ですが。エリコ、今夜走るんでしょう？アキオくん、あっちもお願いね。はい、すぐやります。いいよ、年上の女が腰目だ。は？マジだよ。どうしたんですか先生？新学期始まってもう1ヶ月近く経つけど一度もあなたの顔見てないから。そうでしたっけ？昼夜掛け持ちでバイトして、その後これってわけ。そりゃ学校に来る暇なんかないか。さあ行きましょう。え？見てみたいの、学校にも来れないほど君がのめり込んでる世界っての。すいません先生、学校にはそのうち行きますから。ねえ朝倉くん、学校に残るのを選んだのはあなたでしょ？とにかく今日は勘弁してください。ダメよ、これはね、れっきとした家庭訪問なの。早く降りてくれよ。頼むよ先生、今夜だけはダメなんだ。一つだけ約束してくれたら黙って帰る。明日学校に出てくること。うん、朝からちゃんとよ。約束する。
本当だぞ。うん。そこの通りをまっすぐ行けばタクシー拾えます。お前が頼んだのか。え、あの Z に乗ることだ。違うわ。秋川玲奈ちゃんが来たらサインもらわなきゃいけないじゃん。いつもいつも来ねえよバーガおい来たぞ。え、そう、玲奈ちゃん違うって。お、かわいい。病気だなお前。湾岸から羽田へ出て横羽経由ベイブリッジゴールでどうだ。 OK。 乗れよ俺の Z に。好きにすればいい。ただし、そいつに乗る以上、どうなっても知らないぞ。兄が愛した車に乗り、その思いに近づきたかったんだろう。だが、そいつは何も感じさせてはくれない。そいつは悪魔なんだ。おい、もうやめて。やっぱり無理。私にはわかんない。ちゃんと見ろ。この Z が悪魔かどうか、しっかり見るんだ。俺は認めないぜ。こいつが悪魔だなんて。あんたには悪いけど、ブラックバードの不敗神話は今日で終わりだ。無理よ。Z はきっと裏切る。兄さんがあんなに大事にしてたのに裏切ったのよ。この車は違う。こいつのせいじゃない。お前の兄貴は自分のミスで死んだんだ。
大丈夫？言ったでしょ、誰の思い通りにもならないって。この車は。おいお前、歩けんのかよ。大丈夫、怪我ないかお前。うん、お前心臓に悪いってお前。あ、もうやっぱダメなんじゃねえのこの車、もう危なすぎるって。いやいや、やばいよ。君の誤解だよ、こいつは裏切っちゃいない。これは俺のドライブミス、それだけのこと。さーって、またいじってリベンジするかな。怪我は？首都高速道路湾岸線下り、昭和島ジャンクション付近で乗用車1台が立ち往生しており、渋滞が始まっています。着席。なんか初めての生徒が一人いるけど、転校生かしら。はい、授業始めます。46ページ開いて。湾岸か、ま、法律が認めてるんだから乗っちゃダメなんて言わないわ。でももう事故だけやめてよね。すいません。素直じゃない、意外と。学校に残るって決めたのはまだ自分の答えが出ないからなんです。車のこと？それとも離婚したご両親？全部かな、いろんなことです。ま、とにかく今はあいつのこと。あいつ？やばいっすよね、車のことあいつなんて呼んだら。まあいいわ、時間をかけてゆっくり考えなさい。事故の処理とか面倒なことがあったら言っといでよ。未成年だし親とかに知られたくないんでしょ。そんなこと言う先生初めてだよ。私も車でよく走ったからハマる気持ちはわからないでもないわ。先生も乗るの？助手席専門。何年も前の話よ。今度はちゃんと乗せてね。あ、先生、先生って島田なんていうの？ルミ。言っとくけど下の名前で呼んだりしないでね。私は教師、あなたは生徒。よろしく。了解、ルミちゃん。やめろって。最初にあの Z のことを見つけたのは君だったと、あいつに聞かされた時は正直驚いた。君があの Z に見せられ、あいつが乗ることを決めた。秋川レイナ様、よろしくお願いいたします。川村咲役をやらせていただきます、秋川玲奈です。一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。なんといっても注目はですね、はい、秋川玲奈さん今回ドラマ初主演で、初主演なんですよね。そうなんです、
秋川さんといえば雑誌のグラビアや CM で人気急上昇中なんですが、このドラマでいよいよ本格的に女優業をスタートさせるわけなんです。六本木で取材の後ローリング行って写真集と DVD の打ち合わせ、その後 F テレビの佐久間さんと。レーナ聞いてんのか。あ、そうだ、今朝連絡があってな、修理帳の CM ほぼ決まりだそうだ。マジっすか、そりゃすげえ。よかったな、レーナ。はい。あと空き時間にできるだけブログの更新しとけ、アクセスが増えてきてるってよ。大変だったら言ってよ、文章だけなら俺が書くから。え、こいつ他の頃もゴースやってんだよ。うまいもんだぜ、女の国章。それと次のインタビューな、大体こんな感じで喋って。自分が自分で亡くなるとき、人は道を見失う。照らしてくれる光はどこにもない。何ですかこれ。車に心があるとしたら、その小さな異変は何かのメッセージだったのかもしれない。細かい部分は分かんないけど、特に悪いところはねえな。まあなんやかんや言ったって何十年も前の車だ。こんだかしら上等だろ。あのブラックバードとだってお前互角にやり合ったんだよ。うん、まあそれでも気になるなら全部バラしてオーバーホールしかねえな。まあ半端な作業じゃねえけどよ。エンジンが重そうだ、気のせいかな。で、今度はいつだ。エリコはもうすぐいなくなる。え？イギリスに留学するんだ、2年間。そう。君にとっちゃ迷惑な話だろうが、あいつは君に死んだ兄貴をかぶせてるんだ。その人が乗ってた時、この911とどっちが早かった？聞いてどうする。別に。ただもしかしてこいつ俺のことを拒否してるのかもって時々思うんだよね。本当はあのまま眠っていたかったのかも。あのまま誰にも邪魔されずに解体されるのを望んでたのかもって。あんたがそうしようとしたように。安心したよ、ようやく手放す気になったか。いや、悪いけどその逆だよ。好きになればなるほどこいつのことを知りたくなる、こいつの声が聞きたくなるんだ。本当は俺と同じなんだろ。あんたもこの Z に心底ハマってる。違う？もう一度だけ言うぞ、その Z とは手を切るんだ。その通りかもしれない。奴と同じ、いやそれ以上に俺自身が悪魔の Z に魅せられていたのかも。今夜は秋川玲奈ちゃんを迎えてお送りしています。ところで玲奈ちゃん、車が趣味だって？はい。あ、でもたまに乗るくらいですよ。仕事がオフの時とかにドライブなんかしたりして。うーん、走り屋だって噂もあるけど。え、全然そんなんじゃないです。やっぱりスピードとか出すの怖いし、事故とか起こしたらファンの皆様に申し訳ないですから。なるほどね。じゃあ今一番ハマってることってないかな。お料理かな。これって
今日の何時オンエアでしたっけ。やっぱり良くない。もしかして先生？こんばんは。途中で買ってきたの。これよかったら。ここ置くね。この前のでケリはついたんじゃなかったの？ここへ来ても辛いこと思い出すだけなんじゃない？そうかもね。ま、俺はどうでもいいけど。帰るね。さよなら。うちどこ？急ご。遠回りだけど湾岸経由で送るよ。いいだろう？達也君か。こんな時間にすまん。今エリコと一緒かね。え？車が趣味だって？はい。あ、でもたまに乗るくらいですよ。仕事がオフの時とかにドライブとかしたりして。走り屋だって噂もあるけど。え、全然です。やっぱりスピードとか出すの怖いし、事故とか起こしたら応援してくれるファンの皆さんにも申し訳ないですから。じゃあ今一番ハマってることって何かな？お料理かな。意外だな。ブログとかに全然出てこないよね。そうですか。じゃあ得意料理って何？肉じゃがです。はい。いいな、食べたい。今ですか。意外な一面が分かったところで一曲いきましょう。マクフライコラプテッド。湾岸線を180キロで走ってます。あるものは何かを叫ぶために、またあるものは何かを忘れるために。俺もここを走ってる時だけ本当の自分でいられるんだ。自分を見失いさえしなきゃちゃんとやっていける。俺が保証するよ。絶対いいのかもはなくて。いいんです。また今度私が最強の時にやっつけますから。楽しみにしてるよ。
先生、ありがとうございます。また会おう。スタジオにですか、それともここで。両方だ。兄さんを殺したのは私なの。私がこの Z さえ見つけなければ。忘れちまえよ、何もかも。もう少しだけこうしてていい？今日で最後だから。もう少し乗っていたいってさ。すまなかったな。いいよ。エリコ！兄貴のキーをまだ持っていたんだ。今日で最後だから。最後ってまさか。Thank you.
して、どうして達也が悪魔を助けるのよ。全てを終わらせたかったんだろう。君が好きだった車がもっと好きだった人の命を奪った。愛情は憎悪へと変わり、この運命とも言うべき輪廻を断ち切る以外にその思いを消すことはできなかったのだ。ごめん、許して。ごずるしかなかったの。いつ日本を離れる？え？その前の日の夜、もう一度乗るんだ。どうして？こいつの死に場所はここじゃない。付き合ってくれるよな？ああ、蹴りをつけよう。今度こそ最高の死に場所を用意してやる。その車を葬ることで全てをリセットしようとしたエリコに対し、奴は逆のやり方に出た。 Z の最高の走りを彼女への鼻向けにしようとしたのだ。キャブターボだからパラッとセッティング出にくいぞ。分かってる。パワーもあとプラス100は欲しいですね。これ以上のチューンは危険領域だよ、シマちゃん。やってください。はい、一週間だけ伸ばすことにしました。飛行機の手配はこちらで。はい、もちろん最初の授業にやまれます。お医者さんだったのか。超意外。早いんだって、君の GTR。 バカにしてんでしょ。いや、私医者とマネージャーって大嫌い。いっつも上から目線で物言うから。でもどっちもなきゃ困るんじゃないのか。そうね。準備は？いつでもいいぞ。ああ、一番盛り上がるところはいつも私抜きなのね。一緒に走ればいい。俺は構わないよ。やめとく。空気は読める方だから。言っとくけど、相当羨ましいよ。その席。アンデルセンはこう言っている。人はどんな高い山にでも登ることができる。
決意と自信さえあれば。休んでなんかられんけ。俺もおじきパパだからよ、稼がねえとな。兄貴の時より走るぜ今のこいつは。Kicking up is the hardest part. Nothing certain at the start. Letting go, so something can begin. Figure out how to get a life. Leave tomorrow, live tonight. Gotta throw your heart right in. 'Cause we all任せな、ビビらしてやっから。これで忘れられるだろう。兄貴も Z も
その車はまるで狂おしく身をよじるように走るという。じゃあ行くね。確かにあの車は悪魔だったのかもしれない。でも君にだけは知っておいてほしい。あの日俺の命を救ったのはあの Z だということ。もしあの時 Z が来なければ俺は確実に。奴の怪我は思ったよりも軽かった。事故に関してもトラックのドライバーが非を認めたため、奴に大きな処分は課せられなかった。早く席に着きなさい。続けて。はい。道知れる人もなくて戸惑い聞けり三河の GTR の彼女、ドラマがすごい人気らしい。私実は男なの。はい、カット。アイレント、早起き。けど暇を見つけては湾岸を走ってるそうだ。湾岸に来ると今でも君が横にいるような気がするよ。エリカ。はい。See you tomorrow. Bye bye.追伸。燃えてしまったあの Z を奴は自分で引き取っていった。奴はもう一度あの Z に乗る気だ。Dreaming about 見上げた sky 何ら変わらぬ日常、現実は暗状。イコールフィーならば間に合ってるわ。目指すは唯一無二の Just like perfect girls。 本気を引き返さない、振り返りもしない。今よりももっと世界をもっと貫けるはず、揺るぎないプライド。再び始まるこの劇、止められない。今この塔を破り突き抜けてゆくわ。痛みさえも It's my reality。 もう一度光さえも追い越してくような速さで限界超えてたゆらぬ妄想。スリルさえも麻痺しそうな感覚。 Like shining sun 眩しいリフレクション。新しい世界動き出してる。貫けるはず、揺るぎないプライド。再び始まるこの劇、止められない。今この塔を破り突き抜けてゆくわ。痛みさえも It's my reality。 もう一度光さえも追い越してくような速さで限界超えてって言う。
Yeah, it's enough.